皆さん、こんにちは、えっと。ハシコープジャパンの冠城と申します。えっと、本日は、えっと、ハシコープボルトを利用したクラウドネイティブ環境におけるセキュリティということでえお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はいえっと、本日の内容ですけれども、えっと、まず、クラウド時代のセキュリティ対策ということで、えどういったあの時代の背景があるかというところをご紹介させていただきます。でその後、ハシコープボルトのご紹介と、まあ、そのユースケースをご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。 まずクラウドネイティブ時代のセキュリティ対策ですまず内容に入る前に近年サイバー攻撃のまあ被害がですね急増していたり多様化しているというところを触れさせていただきます 昨今、IT インフラに対するサイバーセキュリティの攻撃というのが、まあ、ますます苛烈になってきております。まあ、社会構造の変化でしたり国際情勢の緊張という、まあ、外的要因もありますけれどもクラウドコンピューティングの浸透でしたりスマートフォンの普及在宅勤務の定着など攻撃者が標的としやすい環境が次々と増えてきたということも原因として考えられるかなと思います。そういった中でクラウド移行によって でなぜサイバー攻撃へのの、まあ、脅威が増えてていいいるのかというとうころをご紹介させていただきます今までですと閉じたネットワーク的にですね閉じたオンペリミスの環境で限られた人だけがアクセスできるようなセキュリティ対策がなされていて、まあ、それで事足りていたというところですしかしながらクラウドを利用する場合はそれぞれのクラウドをコントロールするためのシークレットをですねしっかりと管理しなくてはいけません 特にこうマルチクラウドで利用するようなケースにおいては、そういった環境の分だけですね管理すべきシークレットというのが増加していくということが挙げられます。こういったクラウド環境の利用ですけれども、クラウドの利用そのものは一般的となりつつあります。 近頃、ですねそれをさらに推し進めたクラウドネイティブという考え方が登場していて、企業もそのクラウドネイティブに今、どんどんと取り組んでいるというような状況かと思います。これまでのクラウド移行に関しては、オンプレミスにあったアプリケーションとかですねそういった環境をクラウドに今引っ越すだけであったというところです。 一方、クラウドネイティブの考え方においては、クラウド環境の機能や運用性をですね、最大限に活用することが重要となり、目的となっております。アプリケーション自体の作り方やデプライ方法も、クラウドを前提として、ですね、アーキテクチャおよびワークフローから、一から変革していくというような考え方が必要となってきます。 これに際してセキュリティの考え方というのも見直していく必要があるというふうに言われております。クラウドネイティブの定義ですけれどもこれはクラウドネイティブ・コンピーティング・ファウンデーションが提唱しているクラウドネイティブ技術の定義を抜粋したものです。 クラウド技術はパブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドク,クラウドなどの近代的でダイナミックな環境において、スケーラブルなアプリケーションを構築および実行するための能力を企業にもたらしますというふうに書かれております。では具体的にこういったクラウドネイティブをです、ね、取り組んでいくと、どういった課題があるかというのを、これ以降のスライドで見ていきたいと思います。まず、クラウドネイティブは近代的でダイナミックであるという点です。 クラウドネイティブを実現するためにさまざまな SARS でしたりプラットフォームおよびツール群が提供されております。クラウドネイティブで利用されるそれらのこう近代的なプラットフォームでしたり SARS のサービスというのはいずれも API を備えておりダイナミックにリソースの作成や制御が行えるようになっております。 これによって自動化が容易になる一方全てのプラットフォームに対してそれぞれのシークレットを適切に管理しないといけないというのが課題として出てきますまたクラウドネイティブ技術を活用することによってスケーラブルなアプリケーションを構築できるようになりますこれまで全ての機能が入ったモノリシックなアプリケーションをコンテナやサーバーレスのテクノロジーを使って小分けにしてあげて それぞれがネットワーク越しに連携し合うことで特定の機能のみを改善したりリソースを追加できたり特定のリソースだけを増強できるというようなことが可能となりますこの考えを突き詰めたものをマイクロサービスアーキテクチャというふうに呼んでおりますしかしながらネットワークで連携し合うことはお互いが信用に足る存在であるかをですね何かしらの形で担保しなくてはいけません アクセスするための認証情報をアプリケーションに持たせて互いに認証認可を適切に行うということが必要となるわけです今までの説明をまとめるとクラウドネイティブ時代においてセキュリティのチャレンジというのは以下の通りです近代的でダイナミックな環境をスケーラブルなアプリケーションをホストしてセキュリティを担保しながら生産性を損なうことなく安全に運用を行っていく必要があります でですのでセキュリティ対策もその時代に見合った対策というのが必要になってきてそこでハシコープが提供するボルトという製品が昨今注目を浴びていると,いところです。それではこれ以降のスライドで実際にハシコープボルトを使ってどういったことができるのかまたその利用例というのをユースケースを交えながらご紹介をさせていただきます。 それではボルトのご紹介に入る前に従来型の機密情報の保護の問題点というところをご紹介させていただきます。ここでは3点挙げさせていただきました。1点目がセキュリティリスクです。先ほどまで申し上げたようにクラウドネイティブに取り組んでいくと非常に環境というのが多岐にわたってきます。そのため 管理しなければいけないシークレットもどんどんとこう増えてくるということですで、こういったシークレットをまクライアント側で管理するというのがま一般的なやり方ですでこういったクライアント依存の管理方法になっていくと誰がどういった権限のシークレットをどこに保管しているかでしたりそのシークレットがどう使い回されているかみたいなところが非常に管理していないような状況になってきてしまいます 一般的にいうシークレットスプロール、シークレットがさまざまなところに散在していて、全体的なコントロールができないというような状況でございます。2点目が生産性の低下です。当然、管理すべきシステム、シークレットが異なれば、その管理方法というのが異なります。なので、まあ、開発者、運用者の方、もしくはアプリケーションがそのシークレットを使う 際もですね、えー、まあ異なるシステムの API とか GUI というのをまあ意識しなければいけないですで3点目がデータ漏洩のリスクですクラウド環境にデータをこう預けていくとなると信頼できないリスクにデータを保,保管することになりますので暗号化というのが必須となります しかしながらアプリケーションで個々のデータを暗号化するような際は非常に専門的な知識が求められます。そういった実装の面でしたりクライアント側でのキー管理においては共通のワークフローが非常に困難であって高度な知識が求められるというところで非常にハードルが高い一つの分野になっております。 でこういった運用、今までのスタティックな世界では成り立っていたわけですけれども、えー、スケーラブルでダイナミックなです、ね、クラウドネイティブな環境を安全に運用するために必要十分かというところをしっかりと考えないといけないというのが、ボルトの誕生した背景でございます。ボルトはです、ね、先ほど申し上げたような3点を解決するためのツールとなっております。 でバックエンドのクラウド環境とか、まあ、データベース、アプリケーションとクライアント側の、えー、をです、ね、仲介するような形でこう振る舞うのがボルトです。で先ほどのような、えー、多岐にわたるシステム、クラウド環境のシークレットをすべてボルトにこう集中完了させるというような位置づけでございます。なのでクライアントから 側からするとクライアント個人でもしくはアプリケーションの中でシークレット管理をする必要はなくて必ずシークレットが必要なときはボルトからシークレットを取得するもしくはボルトにシークレットを生成してもらうというようなワークフローになります。これを利用することでシークレットをですね自動的かつ集中的に管理することができるというところです。 あとはアクセス制御などの機能も Volt には入っておりますので適切なクライアントに対して適切なシークレットのみを提供するでしたりシークレットに関するインタラクションというのはすべて Volt の中で監査可能になっておりますのでそういった管理運用性というところも Volt でカバーすることができます2点目が生産性の向上です先ほど申し上げたように Volt はバックエンドのシステムとクライアントの 間に入って振る舞うようなイメージになりますので、クライアントが例えばアプリケーションが AWS のキーを発行したいというようなときも、AWS の API を直接こう意識する必要はございません。必ずクライアントはどのシークレットを取得する際も、ボ o l t の一貫した API、GUI、CLI でシークレットにアクセスすることが可能となっております。3点目がーデータ漏洩リスクの防止です。 でボルトにはシークレット管理以外も暗号化とかですねトークナイゼーションをするための API が提供されておりますですので先ほど申し上げたようなアプリケーション個々の実装の中で暗号化のロジックを実装するのではなくて、えー、ボルトに API コールをするだけで暗号化というのが完結しますですので、えー 通常非常に高度な知識が求められる暗号化とかキー管理の部分をすべてボルトに委託することができますので暗号化に関するワークフローというのをシンプルかつ単一のワークフローで実,施実現できるというのがボルトのもう一つのユースケースとなっております。ボルトにはいろいろな機能があるわけですけれども動的シークレットというのが非常にボルトの特徴的な機能となっております。 動的シークレットというふうに呼んでいるのが、一,位で一時的でかつ最小の権限を持つシークレットというふうに呼んでおります。ボルトはクライアントのリクエスト、まあ、クライアントというのは例えばウェブのアプリケーションとか CI のパイプラインとか運用者とかですねのリクエストをもとに動的にシークレットを発行することができます。でその発行されたシークレットには生存期間、タイムトゥーリブという,こうパラメータをつけて がついてです、ね、発行されますのでそのタイムトゥーリブの生存期間が満了したら自動的にボルトがシークレットを消していくというような動きを、えー、ができます。ですので最小限限のシークレットを必要な時だけ、まあ、生成するでしたり、期限付きのシークレットを短期間で自動的にローテーションしていくというような運用を最小限の運用でカバーすることができます。 でこういったことを行っていくと、常時クライアントとしては常時、新しいキーを利用することになりますので、シークレット漏洩いのリスクが低減しますし、あとはすべてのクライアントが同じシステムのシークレットを取得する際も、全く別の機密情報というのを保持することができます。 でこういった運用していくと、クライアント側は設定ファイルとかですねソースコードの中にシークレットを直接記入することが不可能になりますので、そういった非常にこう危ないクラウドのセキュリティを担保するためのアンチパターンのですねシークレット管理というのも未然にこう防ぐことができます。で、Volt には動的シークレット管理以外にもさまざまな機能がございます。 1一つがトークンストレージということでこれはスタティックにボルトにシークレットを格納してクライアントに取得させるというような使い方です。あとはエンクリプション・ーサービスということで API 駆動の暗号化でしたり、暗号キーの自動ローテーション、あと暗号化のパターンにおいても、ジェネリックな暗号化以外にも、フォーマット、平分のフォーマットを保持したまま暗号化するようなパターンとか、トークナイゼーションというのもすべて API 駆動で、クライアント側には最小限の実装で行っていただくことができます。 こここからこのボルトをですね実際にどうやって企業の中で使われているのかというのをご紹介させていただきます。まずはシークレット管理です。例えば、アプリケーションが何かしらのデータベースのキーを扱いたいようなケースですね。アプリケーションが起動したときの起動時の処理でですね、ボルトにリクエストをしていって、ボルトにデータベースのキーを発行してもらうというような使い方です。 こういったアプリケーションのですねライフサイクルに合わせてアプリケーションが停止したらキーを削除して再起動のタイミングで新しいキーを発行するというような形で細かい単位でシークレットのローテーションを完全にこう自,動化した自動化されたワークフローの中で実現していただくことができます。2点目が CI/CD からの利用です。 CICD のパイプラインの中で最終的に AWS とか GCP のようなクラウド環境にアプリケーションをデプロイするときにはパイプラインの中にこのクラウドのキーを持たせてあげる必要があります。Volt を使っていただくとそのパイプラインの処理の一部のジョブの中で Volt にこうシークレットを発行するためのリクエストを行うことができます。 でそのリクエストに基づいて発行されたシークレットを使って、AWS 環境にアプリケーションをデプロイして、そのパイプラインの処理が終わった段階で、シークレットを明示的に削除していくというような運用を、人の手を介さずにこれも行うことができます。ですので、パイプラインの稼働中のみ存在するシークレットをローテーションさせていくというような運用を可能とします。3点目が SSH ログインでの利用例です。 まあボルトには SSH のログインで必要な証明書とかですねパスワードを発行するような機能がございます。なので運用者の方が例えば平日の朝に新しいパスワードを作って パスワードもしくは証明書を作って、その間、作業をしていただいて、週末を迎える前に自動的にこうボルトから削除していくというような運用でしたり、あとはサーバーからサーバーに一時的に SSH でログ,インするログインして、何かしら処理を行うような際において、1回限りの SSH のパスワードを発行して、その処理が終わったら自動的にこう削除していくというような運用を行うことができます。 4点目が証明書管理ですね。マイクロサービスみたいなところを意識していくと、マイクロサービス間の TLS 通信というのが必須になっていきます。そのための証明書管理というのが、すごく企業の中で運用負荷が高いというような声をよく耳にします。 ボルトはインターミディエイトもしくはルートの CA になることができますので、クライアントのリクエストに基づいて、証明書を発行するというところ、また、その証明書自体にも TTL を付けることができますので、その期限管理とか、自動ローテーション、権限管理みたいなところも含めて、ボルトで一貫して管理することができます。次はデータプロテクションです。 でデータのまず暗号化というところですね、えーまあ、ボルトにはさまざまな暗号化のパターンが用意されております。ジェネリックな暗号化以外にも、まあ、先ほど申し上げたフォーマットを保持したまま、平文のフォーマットを保持したまま暗号化するパターン、トークナイゼーションでしたり、データの一部を引匿するようなデータマスキングというような使い方をしていただけます。 すべての暗号化のパターンは単一のボルトのクラスターですべて実行できますのでクライアントからするとそのクライアント側のです、ね、要件に応じた API をコールしてボルトにトークナイゼーションとか暗号化をしてもらうというような使い方をしていただけますまたボルトは KMIP というです、ね、鍵とかです、ね、証明書を管理するためのクライアントサーバー通信のプロトコルがサポートされています ですので、これに対応したデータベースとかバーチャルマシンの暗号化というのも、Volt で一貫して行うことができます。また、Volt はデータのサインとか検証にも使,使っていただくことができます。ボルトがですね、アプリケーションが Volt に対してデータにサインのリクエストをして、サインされたデータを Volt が返却すると。また、 ベリファイのリクエストも行えますのでクライアントがベリファイのリクエストを行っていただくとボルトがハッシュコードを生成してそのサインされたデータとサインがないかというのを比較してデータの改ざん検証をしていただくというような使い方もしていただけます。 また、えっと、こういったシークレットキー管理において、クラウドの KMS をですね常にこう利用されているユーザーさんも複数いらっしゃると思います。でこういった際においても、通常アプリケーションを運用者、もしくは開発者の方からすると、個々の KMS のインターフェースを意識しないといけないです。Volt を使っていただくと、この KMS の まあインターフェースをですね、ボルトがラッピングするような形で振る舞います。なので、KMS のライフサイクル管理とか、まあ、そういったキーの配布を含めてですね、まあ、そういった運用をすべてボルトを介して行っていただくことができるようになっております。で、えーとまあ、ここまでのお話をまとめますと、従来型のシークレット管理との違いというところです。まず従来の運用に関しては 多岐にわたるです、ね、シークレットがクライアントのいろいろなところで分散管理をされていて、かつそのシークレット管理方法というのもクライアントに依存されております。ですので、シークレットが長期間にわたって利用されてしまったり、シークレットをです、ね、複数のクライアントとか人で使い回してしまうという非常に危ない運用ができてしまいます。 でまた、そういった運用する上でも、基本的には指導での運用がメインとなりますので、非常にこう運用コストも高くて、実際にはえーまあシークレットをこう細かくローテーションするとか、権限管理するというようなことができていないというのが非常に多いパターンです。で一方、ボルトを使っていただくと、シークレットの権限と、シークレットそれ自体をま集中管理することができますので、シークレットのこう分散した管理というのを完全に排除することができます。 なので、クライアント依存の管理を防止して、かつ、ボルトのです、ね、動的シークレットの機能を使っていただくと、シークレットのローデーションをするとか、1位のシークレットをすべてのクライアントに提供するとか、そういった非常に運用コストが高いところを、自動化されたワークフローの中ですべて実現することができます。 最後に市場からの評価ということで、ボルト、まだ馴染みのない方いらっしゃるかもしれませんが、いろいろなレポートで非常に高く評価されております。ガートナーのシークレットマネジメントのレポートでしたり、CNCF の DevSecOps シークレットマネジメントのようなテックレーダーの中で、すべて上位の方にランキングされているというような状況でございます。 本日の重要なポイントを最後にまとめますと、クラウドネイティブ環境では、従来のセキュリティ対策というのを見直す必要がございます。ボルトを使っていただくと、自動化されたワークフローで、安全かつスケーブルな運用を実現することができます。 また、ボルトにはですね、先ほどご紹介したような様々なユースケースがありまして、次世代のクラウドネイティブなですね環境においてのセキュリティプラットフォームとして、いろいろなシーンで利用していただくことができるようになっております。本日をきっかけに、ハシコープのボルトにご興味を持っていただければ嬉しいです。今後、ハシコープでも様々なイベントを企画しております。まず、初回として、ゼロタラストプラスボルト入門のハンズオンワークショップを2回企画しております。 1>, 1回目が5月18日の13時から2回目が7月20日の13時から開催する予定になっております。こちらの QR コードから無料でですね、ご登録できるようになっておりますので、ぜひご参加いただければと思います。本日はご清聴ありがとうございました。